はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はアジア王者&優勝争い裏列前半戦の振り返り、22年&23年の変化比較の方もやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでさ、本当ねこの半年間いろいろありましたね。まあスコルジャーズ新体制が始まってね、今度 ACL 決勝が延期になってとかね、開幕2連敗でもなんだかんだでいい半年間を、ね、終わりよければ全てよし、まあ終わってはいないんですけどもね、まあ前半戦の締めとしてはいい形でね、まあ全体的に見れば終えることができたんじゃないかという輪が裏列になってきますけど、さ、今シーズンの、裏列この半年間を振り返っていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでまずこちら、これが前半戦、まあ、裏レッズはまだ、ね、未消化ゲームもあるんですけども、まあ、未消化ゲームカットしてもう、ね、勝ち点上で32になるんで、まあ、順位的には4位での折り返しは確定というところです。まあ、ちょっと、ね、負けてしまった時に得失点差で下に行く可能性はあるんで、そこは何とも言えませんが、まあ、負けることはないと、チームを信じていこうというところなんで、まあ、4位キープで、なんとか行ってほしいところではございますけどもね。ただやっぱ昨シーズンまでの、ね、苦しみってことを考えた時にはよくやってんじゃないか、ね、特に ACL の後リバウンドですよね。まあ、ちょっとモチベーションとか体力的にどうなんだってところで、まあ、トスには負けましたけどね、トスには負けたんですけども、その後しっかりね勝ったりとか、まあ、勝ちきれないゲームもあるんですけどもね、勝ち点を積み重ねていますんで、そこは一つまあ評価ポイントとしては高いんじゃないかと思うんですけどもね。はい、でこちらこれがこれまでの裏レッズの戦い方には、なってきますけどもね、本当開幕2連敗ここは相当荒れましたけどもね、いろんな意味で荒れたねこの開幕、2試合でございましたが、そこからやっぱセレッソ戦の逆転勝ちが良かったですね。あの安井選手のゴールが本当に良かった。あそこから何か変わった感じがしますもんね。で、ここからだからセレッソ神戸、新潟柏レイソルに、4連勝を達成というところで、その後名古屋戦で連勝は止まるんだけどもね、札幌に 4-1 で勝利して、ちょっとその後まだ勝ちがなくてみたいな形で、鳥栖に敗れて以降はずっと、負けがないという状況、まあ、勝ちきれていないと、取ることもできるし、まあ、リーグ戦に限って言うと、ね、直近2試合連続で、無得点というところなんで、ちょっとここの修正は必要かな。オフェンス面の変更というところ、ちょっとスコラジャ監督もねこの2週間、リーグが再開するこの2週間はもうやっぱオフェンス、まあ、最後のところのクオリティを上げていくみたいな、練習、あとはまあポゼッションところですよね、ビルドアップとか、ね、最後の仕留め方含めて、やっぱこう点を取るためにどういう風にやっていくかっていうところをフォーカスしてやっていくみたいな、話をされていたんで、まあ、思えばですけども、1年前ですね、1年前の裏レッズも結構過密日程で、苦しんではいたん でそのちょうど1年前の中断期間、本当今と同じタイミングの、中断期間で初めてこうキャンプなどまとまった、練習期間というのを取ることができた。でその後名古屋戦からガラッと変わったんですね、裏レッズ1年前はですけどもね、ってのがあってたんで、やっぱこの2週間の中断期間、まあ、今回ルヴァンカップもありますけれども、今回この2週間の中断期間どんだけ有意義に過ごせることが、まあ、できるかどうかというところでしょうかね。はい、でこれは今シーズンの主な、まあ、メンバーにはなってきますが、まあ、これ何回か過去にも出していますので、一応まあバッと見た感じ、こんな感じと、で、まあ、新加入と宮本選手の復帰が、もう決まっていますので、一応、ね、右下の方に宮本選手は、入れておりますと、いうのは今シーズンの主なメンバーにはなってきます。でこれが、個人記録には、なってきますけれども、一応こんな感じですね。まあ、出場時間でいうと西川、ショルツ、ホイブラーテン、この鉄壁3枚がやっぱりね、貢献度高いんですけど、出場時間数としてもね、最多というところ、フル出場ですもんね、リーグ戦に限って言うとですけどもね。で、得点数でいうとショルツが3得点、そして、コールキーも3得点というところなの、一番前の選手と、ね、一番後ろの選手が、取っているというところ。しかし今シュートの本数ですね、本数でいうと実は伊藤と安井の20本が、チームで最多というところで、本当伊藤選手残ってほしいですけどもね。いや本当伊藤は月20本シュート打っていたんだっていうのがね、ちょっと意外だったんですけどもね。でアシストでいうと関根選手の3アシストが、まあ、チームトップというところで、ラストパスに関しては岩尾と、大久保選手ですね、この辺の数字が高いという数字が、残っておりますね。この辺のだからね、岩尾にしても、まあ、岩尾選手は後ろの選手なんで、まあ、ラストパスというか、まあ、難しいですけどもね。ただ大久保
保選手に関しては伊藤選手よりもう一列前の選手なんで、ね、大久保選手のラストパスからアシスト量産みたいなのがもっと理想的なんでしょうけども、大久保選手まだアシストが1本しかないんで、まあ、ラストパスこんだけ出すことができている、決定的な何かをしようとはしているんです。だから大久保選手ね、特に大久保選手は決定的な何かをしようとしているんだけども、それがなかなか得点につながっていないんで、ね、本当難しい。そこはコンビネーションをもう成熟、させていくしかないんでしょうけど、一応本数としては、ね、結構、出してはいる。しかしその最後の精度の問題はあるのかなというのは感じておりますけどもね。でこれが1本ちょっと面白いデータをちょっと、ね、見つけたんで出しているんですけどもね、攻撃セットプレー時のチャンス構築というところで、まあ、セットプレーですね、要は浦和レッズのチャンス、まあ、セットプレーの時のゴール率というのが実は 2.7% ということで、まあ、リーグ平均よりも上という数字が、出ております。まあ、2.7% これリーグ5位ですね。でシュート率ですね、セットプレーの、だからシュート率なんでヘディングも含めてでしょうかね。例えばコーナーキックからのヘディングもその1本に数えられるでしょうし、これがねリーグ平均で 5.8、まあ、約 6% も高いというところなんで、例えばセットプレーの時はですけどもね、まあ、シュート率、まあ、直接フリーキックの時はあれが1本シュートに入るのかもしれませんが、しかしまあシュートは、うん、セットプレーコーナーキックとか、含めてですけどもね、しっかりシュートで終えることが、まあ、できているという数字が出ているんで、やっぱここはショルツとかホイブラーテンとかね、高さがある選手の影響もあるんじゃなかろうかというのはちょっと面白いデータだなというのは感じましたけどもね。はい、J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。でここから、昨年との、まあ、比較にはなってきますが、昨年の浦和は9位でしたね。勝ち点が45で、9位というのが昨シーズンの成績には、ね、なってきます。では前半戦、まあ、ほぼ折り返しですけれどもね、打時点での勝ち点でいうと29なんで、まあ、もうすでに昨年の勝ち点の半分は、稼いでいる、半分以上、ね、実はもう、稼いでいるというのが現状の浦和でございます。まあ、もう1個勝てば勝ち点が32に乗るんで、ね、相当の勝ち点を昨年と比較して取っているというところ、本当昨年との比較でいうと勝ち点を伸ばすペースというのは速くなっているというところです。しかしも得点どこがやっぱ昨年の、ね、半分以下になっているんで、もうちょっとやっぱ得点というのを増やしたいところでしょう。ただ失点のところは本当昨年の約3分の1、まあ、前半終えた時点なんであれなんですけどもね、まあ、3分の1、まあ、このままいくと、ね、リーグ最少失点、歴代最少失点というの見えてきますんで、ね、ちょっとそこの更新というところも期待していくことは思ってますけどもね。でホームアウェーの成績でいうと、もうアウェー、昨年のアウェーの、ね、勝率というか、ね、数字、勝ち星には、並んでいるんですね。昨年アウェーでは3回しか勝てていなかったんだけど、今シーズンはもうすでに3回勝っているんで、昨年アウェーでちょっと負けすぎてますよね、これ改めて見るとですけどもね、というところなんでね、まあ、アウェーのこう得点率とかが別にこう上がってるわけじゃないんですけれども、しっかりまあ勝ち点を拾うことができているというのがアウェーの、まあ、うん、改善にはなってくるのかなというのがありますけどもね。はい、でこれがチャンス構築率のところにはなってきます。まあ、数字的なところにはなってきますけども、これがだから攻撃の回数が今浦和少ないんですね。まあ、リーグ平均で言うとですけどもね、最下位の18位というところなので、本当オフェンスなかなかこう攻撃に絡むことができないというところ、これだとやっぱね上に行くには厳しいんじゃなかろうか。この辺の数字の改善というのが昨年と比較してあまりこうできていない。でシュートの本数に関しては昨年よりも1本ちょいですかね、1本 1. 何本ぐらいのあれですけどもね、減っていると。でチャンス構築率は昨年よりも 12.1 から 11.1 なんで下がってはいるんですけどもね、下がってはいるんだけれども、まあそれでもリーグ平均と、ね、比較すると、まあ全然上の方にいるというところなんで、この辺がだからリカード監督の時と比べていいところはしっかり引き継いでる感じがしますが、ただ得点のところですよね。1試合平均 1.4 得点取れていたのが 1.2 に下がってしまっていて、例えばこれシュートの本数が1本とか2本違っていても、まあまあまあそんな気にすることは、ないかなと思うんですけれども、1試合平均の得点数に関しては 0. 何の差って結構でかいと思うんでね、ちょっとこの辺の改善っていうところはちょっとね今後期待したいところには、なってきます。まあ、シュート成功率も 10% 切っているんで、せめてば2桁には、乗せたいところには、なってきます。で、まあ、ディフェンス守備のデータに関しては、まあ、比較するとですけどもね、まあ、非攻撃回数も少ないというところと、やっぱシュート本数、非シュート本数も減ってはいますんで、やっぱりね守備面の向上と、まあ、やっぱ昨年までの良かったところというのは引き継ぎながらですけどもね、継続してやることができているんじゃないかというところにはなってきます。でそれ以外の非チャンス構築率に関しても、まあ、
9.1% なんで、改善されている。で、そこから下ですね、非ゴールと非成功率に関してはリーグで一番ね少ない失点 0.6 失点と、まあ、非成功率、これやっぱ西川選手の活躍もでかいと思うんです。やっぱ昨年も西川すげえって言われていたんですけれども、今シーズンさらにもっとすげえということになっていますんで、まあ、この辺本当非シュート成功率が 3% も下がっているんで、これは結構、ね、劇的な改善じゃなかろうかっていうのを感じておりますけどもね。で、ゴール期待値のところで言うとね、なかなかに、変化起きていると、まあ、ゴール期待値昨年は 1.5 得点、取れていたはずのゲームなんですけど、今シーズン 1.2 まで、下がっていて、ね、まあ、実際の期待値とゴールの、差というのはほとんどないというところです。だから、まあ、ゴール期待値をどう考えるかにもよると思うんですよね。ゴール期待値っていうところ個人的にはですけどもね、僕はですけども、ゴールが期待できるようないいゲーム内容だったかどうかというところだから、ゴール期待値が高いってことはそれだけね、いい攻撃が、できて内容としては悪くなかった、あとはもう個人の選手の、力だよねっていうところまではなんとか、ね、攻めることができて、逆にゴール期待値は低いゲームですね。ゴール期待値が低いってことはゲーム内容も悪くてね、これ監督が準備してきたものっていうのがうまくいかなかった、だから内容が悪くてゴール期待たちが下がるというところなんで、ゴール期待値っていうのは要はゲーム内容の反映、いいか悪いかの反映かなと僕は思っていますんで、てことで考えていくと、まあゴールが期待できるみたいないい内容のゲームは昨年と比べると実はそんなに今シーズンなくて、なんとかろうじてって言い方もあれですけど、まあそういう勝負強さとか、ね、そこで勝ってる感じがしますんで、ある意味不安定っちゃ不安定かなとは思うんですよね。うん、ある意味不安定な状況であるのかなってのは正直、思ってますんで、これがだから夏場以降2巡目の対戦でね、相手に封じ込められてしまって、まあ、失点に関してそんな爆増するっていうのは想像つかないんですけれども、なかなかもしかしたら勝ちきれないゲームが増えるのかなっていうのもこのままいくとですけどもね、感じるんで、やっぱオフェンス勝ち点3取るための補強っていうのは重要じゃなかろうか。本当このままね、補強なしで、まあ、補強なしでいくとは考えられないんですけれどもね、仮にまあうまいこと補強できなかった場合は、前半戦よりも、勝ち点3を取りこぼす、まあ、引き分けの数が増えていく、引き分け地獄みたいなことが待ってる可能性があると思いますんで、本当ね、オフェンス陣の、補強というところ、まあ、2列目が中心にはなると思うんですけどもね、そこはちょっと期待したいところには、なってきますけどもね。はい、んで、これが90分間で見た時のスタッツの変化には、なってきますけれども、まあ1試合平均シュート数とこの辺はさっき話は、したんでいいんですけれども、あと枠内シュートも 3.6 本なんで、昨年よりも、1本減ってますよね。で、パスの本数に関しては今シーズンの方が、多いというところ、クロスの本数は、昨年の方が多いという、まあ、データの比較には、なってきますが、まあ、大きく変わったところでいうと、まあ、ドリブルですね。ドリブルが昨年 12.7 本、約13本あったのが今シーズンまあ、10点というところなんで、これやっぱ松尾選手かな、松尾選手の移籍の影響というところももしかしたら、あるかもしれませんよね。で、あとはインターセプトの数は減ってあるか、順位内、カッコ内の順位は伸びているんだけれども、まあ、1試合平均のインターセプトの数自体は減っているという数字には、なってきますね。で、あとちょっとやっぱ気になるのが 30m ライン進入回数とエリア内進入回数というところ、まあ、30m ライン進入回数に関しては1本差とか、まあ、数字的には、ね、そんな大きく変化はないんだけれど、エリア内進入回数というのがちょっと減ってしまっているんで、まあ、やっぱここ取らないとダメだよねというのがありますんでね、エリア内進入回数ここですよ。だからファイナルサードのところの、攻略に向けた練習をこの2週間、みっちりやるってスコージャ監督言ってますんで、ここら辺の数字の改善というところは期待していこうと思いますけどもね。はい、というのが以上になりますね。以上、パルプンテージサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら。